ちゃん。こんにちは。おたにさん。おたにさん、ショータイム。またやりました。あ、やったな。39、そして40。まず、39は、ゆたかさん予想してたじゃないですか。宇宙館な。はい。宇宙館に行ったな。はい。行っただろ。その通り、ね。その通り。そして、40号。ちょっとね、ペース早すぎるわ。動画が追いついていかねえよ。こっちが追いついていかない。ですよね。あ、ただ、はい、まあ、その大谷が活躍する中で、はい、なんかちょっと差別みたいな。あ、そうです ね、はい、これ英語がわからないんだけど、なんつったんだっけ。あの、本来ならば very very careful って言うんです、発音的には、うん、でもそれをその元プロプロ野球選手ですよね、モリスっていう投手だったよね、はい、大投手だったよね。そうですね、はい、解説の方が very very careful って言ったんですよ。あんまり意味は分かってないと思う。これはあんまり、まあ、とてもとても注意深くっていうか、そういう意味なんですけど、うん、何が違うかって R の発音を、うん、アジア人っていうのはなかなかしづらい、うん、例えば豊さんも、そう、本当は very って言うんですけど、でも very って言いますよね、うん、とってもって、うん、日本人とかアジア人って very very careful ってなっちゃうんですよ、うん。でそれを解説の方はアジアとか日本人ってこうだよねっていう感じで言ったんだと思うんですよ、うん、だから、まあ、まあ例えば日本の国内で起こることは、うん、あの方言をもじって笑いのネタにするとか、そうです、そうです、ちょっとバカにしたような感じで話すっていうことだよね、うん、そうです。例えばまあ小学校とか中学校とか職場でもいいんですけど、うん、誰か一人が活躍したとホームラン打ったっていう時に、例えば同僚があの人例えば東北出身だとか、うん、例えば西日本出身だとかで、うん、イントネーションで、まあ、よくやったなとか、うん、そういうのを、まあ、なんかこうつい出して言っちゃうみたいな、まあ、あの仲間同士で気心知れてて、こうお遊び程度に話すんだったら何の問題も起きなかったと思うんだけど、はいはい、それをこう全国ネットかなんか知らないけど、 そうですね、そういうテレビの中でやったっていうことは、はい、うん、差別の扱いを受けたというね、はい、それを大谷に記者会見の時に振ったら、うん、いや別に全然気にしてませんよと、うん、本人も全く、もう一周してたよね。そうですね、だからどうしたんだっていう、はい、なんかすごくそこをナーバスに捉えないで、うん、いや別に何にも気にしてませんという、うん、なんかこう物の大きさっていうのも感じたし、そうです、ね、でも言った本人はすごい謝って謝罪してますね。まあ謝ってるけど、テレビ局は無期限の停止処分というか、はい、テレビの出演しちゃダメってことですよね。出演停止ということで、うんうん、厳しい処分を与えたけどね、はい、ただまあ、でもね、うん、すごいと思うよ、アメリカもそこら辺は、ね、うん、あの毅然としてる態度でね、はい、どんなあの大投手であっても、うんうん、そこは毅然としてたね。曖昧なあの、ね、濁すようなことをせずに、うん、で今アメリカってあのハッシュタグつけてそのアジアの人のヘイト、あのアジアンヘイトっていうのが、うん、まあ、このコロナ、あのコロナで、はい、あったんですよね。プラス、いや昔から実はそういうあの南米とかメキシコ人へのすごくヘイトであったりとか、アジア人のヘイトってやっぱり歴史的にあったの で、うん、で特に今声を上げてあの中国人の女優さんとかハリウッドの方がアジアンヘイトやめてって言ってる中でのやっぱりこれだったので、うん、テレビ局も非常に厳しい判断を下したんじゃないかも。まあ、だいたいそのアメリカ人って、うん、まあ、我々はナンバーワンだっていう意識が強い、まあ、それはいいと思うよ、はい、俺も日本人としての誇りもあるし、うん、日本人がナンバーワンだと思うよ、まあ、なんかね、何から、はい、含めてね、うん、教育から含めて、うん、俺はナンバーワンだと思うけど、はい、人をバカにするような、うん、そういう差別するような教育は受けてないし、うん、ね、はい、まあ、だけどそのモリスっていう人もちょっと面白おかしく、そうです、ね、まあ、言ったものが降りかかってきたというね。そう、だけど大谷は一周してたという。そうですね、大谷はすごいよ。いや何もかも大きいな。大きいよ。でもね、あの40号チェンジアップだったと思うけど、はい、もうね、うん、タイミングは狂わない。ドンピシャですか。まあドンピシャっていうか、はい、なんていうのかな、見て打つというかさ、はい、うん、しっかりタイミングを取って見て打つということがもう完全にできるようになったから、はい、速いボールでも見て打つっていうことができてるから、うん、一番これから怖いのは敬遠だよ、はい、逃げられるということが記録を伸ばせないということになるから、そうですよね、これが一番怖い。
で、なんか監督がエンゼルスの言ってたのは、その2番から1番に変えたのも、うん、そのなるべくその敬遠される率を減らして、そのホームラン数を多くさせるのと、うん、あと盗塁の数を増やさせるためって言ってたんですけど、すごいよな1番にすると、うん、やっぱりその相手ピッチャーも なかなかその敬遠しづらいというか、まあまあ、っていうのは、いや、まあ確かにあるよね、まあ、あるけど、ただまあ、エンジェルスの中で一番マークはやっぱ大谷だから、だから大谷はどんな場面でも敬遠されると思うよ。もう別に、まあ、もうゲレーロにも5本差つけてるし、まあこのままいってホームランを取ってほしいけどね。どうですか、取る確率って何パーセントぐらい？ 80% ぐらいあるんじゃない。それは敬遠が怖いけどね。そうですよね。だからここでも、まあ、例えば日本人に取らすんだったらアメリカ人に取らそうとか、はい、まあ、そういうこともなんか起きるみたいだからね、まあ、あるでしょうね、うん、きっとね。だから、まあ、そこは警戒としても、はい、でも大谷 そのホームランが出る確率を考えると、まあ、80% ぐらいあると思う。ホームラン王になるってことですよね、うんうん、まあ、それと、はい、それと発症自己最多ですよね、うん、すごい。これがね、やっぱ大谷が成長してるっていうのが、フォアボールが少なくなってきた、はい、うん、まあ、ちょっと前だったら自滅型だったんだけど、うん、フォアボールを出して打たれるというね。だけどフォアボールを極力この前は避け、はい、前に飛ばすことよりも三振を取ることを考えたって、はい、でスプリットを多めにしたって、うん、もう計算して勝てるようになってんじゃないって、どうなっちゃうのあなたはみたいなまあ、そうですよね。いやいや、すごいよ。まあ、それとね、だから日本のピッチャーが、ね、はい、バッティングで貢献しましたとか言ってるけどでランナー出たら心配ですねって、はい、リズムがどうのこうのとか、うん、体力的にどうのこうのとか、うん、もう大谷がそれを言わせないで済むようになってるね、うん、いや、俺らなんかさ、はい、野手だからピッチャーお前もうちょっと真剣に打てよとかさ、はい、もうちょっと打てないんだったら打てないなりに練習して、うんうん、少しは、ね、バッティングでも貢献してくれよみたいな、はい、バントすらできないバッターもピッチャーもいるけど、まあ、これはこれでね、うん、まあ、日本の野球の文化っていうのがそういうところに収まっちゃってるから、うん、でも大谷がそういうものを払拭して変えてくれるね言えないよ、大谷見てみろ、お前1番で盗塁してお前投げてんだぞみたいな。ホームラン王ですよ、ね、ホームラン王だよ。他のバッター言えないですよね、うん、だからまあ多少の9番打ってるんだから、はい、多少の貢献だとか、うん、あってもいいじゃない、必死にね、うん、いや全部が全部じゃないよ、はい、一生懸命やってる、まあ、例えばヤクルトのベテランの石川なんかさ、うん、はい、投手むきやきで打って打点上げて、うん、ね、勝ち投手の権利をがあって降りたけど、はい、まあ、逆転されたけどね、うん、だけどあもうそういう闘争心を持った選手たちがやっぱこう集まってほしいな。そうですよね、その大谷選手の姿見てしまうとそういうふうな感じになっちゃいますよね。そう、大瀬良がさ、はい、まあ、中日戦でね、はい、ライト線に打って大野から、うん、ね、1、3塁を作って、野間のヒットでかあの帰った菊池がね、はい、でヒーローインタビュー、うん、大瀬良、ね、バッティングでも貢献しましたね、うん、たまには貢献しなきゃとか言ってるけどたまにじゃなくて大谷はいつもしてるから本当ね、誰よりもしてますもんね。そうそう、あの でもまあ大瀬良もね、はい、必死に打ちに行って、うん、そうやってチャンスを広げて点になってるわけだから、はい、やっぱピッチャーの打順っていうのもすごく大切だということだよね。そういうことですね、これからはね、うん、ただちょっと不思議に思ったのが、うん、まあ、大谷選手ってまあ2番打って途中から1番になってますけど、うん、多分1番の選手とかがホームラン王になるっていうのはこれっていやいや、これってって森口一生懸命言ってるけど、はい、やっぱ全部が規格外だそうなんですよ、ね、そうだろ、ピッチャーやって1番打つなんて、うん、俺も経験あるんだよあ、え、夏の高校野球で。あ、そうなんですね、うん、エースで1番だったんだ。どうでした？めちゃくちゃ疲れるよもう打順はぐるんぐるん回ってくるしさ、もし塁に出ちゃったりしたら、いや走らなきゃいけないんだよ、はい、もうね、うん、それを高校の時だからできたかもわかんないけど、はい、プロ野球それも最高のメジャーでやってる、はい、その体力とスタミナ、はいはい、それはすごいわ。それと、ね、投げた翌日監督にメールしたらしいよ、ね、次の日大丈夫ですよってちょっとおい超人かよみたいな。え、パンパンじゃないんですか、体も腕も。いやだから素晴らしい筋肉も持ってんだよ。
人間ですかね、うん、ただまあ DH だから肩は休められるじゃない、ね、はい、だからまあそこら辺はね DH があるからいいとしても、でも DH でもやっぱ大変だぞお前。いやそうですよね、体は疲れてるし、うん、でもね、アジアから行って、はい、まあ、日本人として行って他のメジャーリーガーもね、はい、あの話を聞くと、うん、やっぱそれはね多少こう差別かなって思うような発言もあるよって言うけども、うんうん、はい、大谷を差別するようなやつはね出てきたら、うん、アメリカも敵になるよね。あ、もう逆にそうなってきますよね。逆にもう取り込んでるからファンを、まあ、今そうですよね。そうそうそう、全世界の野球ファンを、うん、あれをけなしたらお前のところたちは何なんだって言われてもしょうがないぐらいだからね。そうですよね。なんかいやだからメジャーとか日本のプロ野球とか抜きにして野球ベースボールって一つの括りの中で、うん、今超人的な飛び抜けた人になってますから、ね、もうなんかね、あの生きた教材が、ね、野球の楽しさと、うん、野球はこうあるべきだっていうことを教えてくれてるような存在だよ、はい、だから子供たちがどこ目指すかって言ったら大谷目指すよ。だからあの本当に二刀流で続けて頑張る子供たちが、うん、いやそうそう、だからピッチャーだから走らなくていいとかさ、はい、そういうことはもう次元を超えて、はい、ピッチャーでも走れる隙があったら走るとかさ、はい、ね、全力疾走するとかさ、うんうん、そういうことはもう当たり前になってくるから、はい、ピッチャーだけ攻撃の時は守られるとかさ、うん、そういう時代ではなくなってくるよね。そうですよね、大谷が全部こう根こそぎ変えてるというすごい根底をね、うん、いい意味で覆してくださってます、ね、だからね最近思うのは、はい、これは野球の神様が大谷に授けたんだと思う。野球がちょっと間違った方向に行ってるんじゃないかって、はい、ね、グラウンドに立ったら全力でどんなプレーでもやらなきゃいけないんだよ、はい、大谷翔平という名前を授かって、うん、全世界に野球っていうものはこういうもんだよっていうのを教えてきなさいみたいな。で生まれてきたって。生まれてきた、すごい使命を授かって、ね、授かって、それ俺が言ってるだけだから確かにですけど、うん、いやそのぐらい本当超人的なこと今やってますからね。そうだな、うん、すごいですよ。だからもう楽しみだね。楽しみですね、うん、で今、まあ、8勝ですけれども、うん、伊藤さん これは何勝までいきますか、うん、まあまあ13、15ぐらいでいいよ。すごい簡単に言うけどすごいですよね。すエンジェルスの中でも今最多勝じゃないですか、うん、でホームランだから、まあ、とにかく14冠だからそうですね、うん、チームの中でも、ね、それと、はい、まあ、41号、42号って出ていくと思うけど、はい、これは確実に引っ張る。お、引っ張る。引っ張る。はい、レフト、うん、あのライトスタンドから右中間に引っ張る。もうそこですね。そこ。はい、もうね、大谷は流そうとか、うん、遅れてホームランっていうよりも、うん、きっちり捉えて引っ張ってホームランになる。うん、じゃあもう41、42も右中間方向。宇宙間からレフあのライト方向。ライト方向。ああ、ちなみに41号は何打席目ぐらいで出そうですかね。何打席？難しいこと言うな。まあ1打席目とかね。お、早い打席のうちに出ると思う。1、2打席目ってことですね。ああああ、で42だと3打席目ぐらい。3打席目、うん。最近これ当たってるって言ってコメントがすごいんですよ。当たってるんだよ。見えてる。見えてるんですよ。そうですよ。